あれから2週間、帝都での大混乱はようやく収束に向かいつつあります。未だ皇帝陛下の昏睡が続く中、オリバルト殿下の葬儀も執り行われ、昨日帝国中央議会の臨時議会において国家総動員法が全会一致で可決しました。これは一連のテロ事件を主導していたカルバード共和国に対抗するものであり、全国民団体両方に最大限の協力を求めていくことを定めたものとなります。具体的には兵役の義務、配給制の導入、各種物資の提供などをお願いする形となり、
テイト・ヘイムダル知事、カール・レーグニッツ長官、まさか知事職を一時的に離れカイトの統括者に就任するとはな。いよいよ政府も本腰を入れて盤面を進めるつもりなんでしょう。この町に徴兵事務所が開かれ、令状が届き始めるのも時間の問題。うかうかしていられませんね、私たちトールズ卒業生も。ああ、未だテートの闇は見通せず、フェリスたちの安否も確認できていない。決起軍は動き始めたようだが、彼らに期待するのも筋違いだろう。我々は我々で、他の者たちと連携して動き始める必要がありそうだ。ええ、そして私たちの誇りにして遊郭の獅子を体現する彼ら、私の後輩も所属する7組とも。久しぶりだな。元気にしてたか？ああ、結構ハードだったな。昨日の夜に戻ってこいつと引っ越しの準備をしてたんだ。さすがにちょっとヤバくなりそうだからな。あ、そうだ、ロジーヌの姉ちゃんからも伝言を預かってるぞ。しばらく会えなくなる、ごめんなさいってな。情報通りか。あの姉ちゃんに見つかる前にとっとと退散しないとな。
ここが第二文庫。でもマカロフ教官、どうしていきなりこんな。さてね、まあ最悪なカリキュラムの片棒を担ぐことになりそうですが。こんな形で裁縫することになるとはな。へえ、なかなか良さそうなところじゃん。なんとかって博士が作ったっていう訓練要塞もあるみたいだし、坊ちゃんがお役目を果たしてるうちに一通り遊ばせてもらおっかな。まさかこの規模の軍事パレードがいきなり開催されるなんて。いくらなんでも段取りが良すぎだろう。あいつらのことは心配だけど、帝国軍人として果たすべき使命がある。この国とブリジットを守るためにも、あの話やっぱり受けるべきかもな。ビビたちは消息不明、7組に至っては痕跡すらなしか。ノートンさんの様子もおかしかったし、しばらく帝都から離れるべきかもな。
までもなく苦しい戦いとなるだろう。過去エレボニアが経験したどんな戦争とも比較にならぬほどに。だが始めるからには帝国軍の総力と最善の戦略をもって当たるつもりだ。ラインフォルトグループの協力により現在史上最大の戦力が集まりつつある。少なくとも年内までには全ての決着をつけることをお約束する。ここで全国民の皆さんに大本営で決定したことを発表します。カルバード共和国を駐するための史上最大規模となる正当作戦。ヨルムンガンド作戦、それが来たる X デーに始まる作戦名です。ヨルムンガンド、おとぎ話に出てくる世界を飲み込む大地の竜か。胸クソ悪くなるくらいぴったりの名前ね。こちら銀線、ヨナ君、聞こえているかしら。
戻るのが遅れた。はい、久しぶりね。ちょっと事情があって同行させてもらったんです。イリアさん、医科大学から転院するらしい。アルモリカ村の近くにできた療養所でリハビリを続けるって。大変なことになったな。ひょっとしたら僕の故郷は。シン様、かなりの確率で帝国に滅ぼされるでしょうね。さあ、お前。終末の竜は動き始めました。シン様はすぐにでもこの地を離れ、レミフェリア方面に逃れてください。長老からの許可もいただいています。いやだ、エリーさんたちを放っておくなんて。ヘイウェだからこそできることもあるはずだ。お前もそのつもりで戻ってきた。失礼。いや、白蘭竜殿、少し遅れちまったようだな。帝国軍情報局の。いえいえ、スケアクロー殿、以前からおっしゃっていたビジネスですか、それとも。いや、そっちは別口が動いてる。ビジネスの方だ。総督閣下が戻ってくる前に詰めておきたくてな。望むところです。それでは条件面について。それじゃあ未だにティオの消息はつかめないんだな。私の知り合いも含めて軒並み行方がつかめなくってね。これからデート以外も探るつもりだから、焦らずに待っていてちょうだい。別にそんなに焦っちゃいないけどさ。どうせあのランドルフとかも近くにいるんだろうし。と言っても例の宝刀王子があっさり爆殺されたくらいだからな。あ、悪い、ちょっと口が滑った。その心をしっかり持ってくれよ。ありがとう。先ほど伝えた通り、ルーファス総督は現在帝都よ。絶好のチャンスを逃さないようあの子たちをサポートしてあげて。言われるまでもねえぜ。ああいう空気は苦手だぜ。あのスチェラカ王子の恋人か。意外なような、お似合いのような。来た。ユナ、そろそろ所定位置に到着する。バックアップの方よろしくね。はい、任せとけっての。シェラ君、これを預かっててくれ。もし僕に何かあった時にも、それがあれば皆をつなげられるから。
頼んだわよ、エステル。ヨシュアに、レンたちも。